それではですね、もう早速でございますけどもね、石井朝子さんの自己紹介を簡単にですけどもさせていただきます。石井朝子さんはですね、福色コンサルタント、服の色ですね、福色コンサルタントのスパークルカラー代表のですね、石井朝子さんですけども、とにかくあなたを生きる、これがいいですよ。あなたを生きるにつながる服の選び方をテーマにですね、パーソナルカラー診断、それから骨格スタイル分析、ちょっとここまたね詳しく聞きたいですね。骨格スタイル分析、それと顔タイプ診断を行っている。一つではなくいろんなものをこう複合してですね、女性の方を魅力ということでアドバイスをされているみたいです。NHK テレビのですね、朝一にも出演された経験がございますので、そこら辺この後ですね、じっくりと聞いていただきたいと思います。それではもう早速登場していただきましょう。石井朝子さんです。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。朝子です。今夜はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いいですね。もう朝子さんのそのスマイル見てるだけでも元気になるというね、はい、そんな感じでございます。ありがとうございます。服の本当になんかこう服の笑みというんでしょうか。なんかこう言われませんか。朝子さんが来たら福々しいと言っていただくことがあります。ね、見えますよね。はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではちょっと簡単な自己紹介でしたのでね、ご自身からちょっと、補足で。プロフィールをちょっとお伝えください。はい、皆様改めましてはじめまして、スパークルカラー代表の石井朝子と申します。私は普段服色コンサルタントというふうに名乗っておりまして、服の色によってその方の内面の魅力が外見に出ることによってご自身の人生がより自分を生きるにつながるような服選びの方法というのをお伝えをしております。先ほど少し池畑先生からご紹介いただきましたが、使っている技術といたしましてはパーソナルカラー診断、それから骨格スタイル分析、そして顔タイプ診断というものを行っております。で中でもですね、パーソナルカラー診断が、私の、割とこうセッションのですね、特徴的な部分なんですけれども、皆様ですね、いろんな内面というのをね、人は持っています。でその内面というのは、実は全部顔に出てるんですね。でも、どの内面が顔に上るのかというのが、服の色によって変わる。というのを、パーソナルカラー診断、私のパーソナルカラー診断では体感をしていただいております。で、割とですね、皆様、服の色、どんな色がお好きでしょうか？あるいは、よく買う服の色って、どんな服の色でしょうか？それらが偏りがある場合ですね、その服の色というのが、皆様の内面の一番の魅力を照らし出してくれる色であれば、全く問題はないんですけれども、時としてご自分が好きだなと思う色というのが、ご自分の内面の一番いい部分を映し出す色ではないということがあります。そうすると、いつご自分の顔を見ても、なんだか私はこの顔が好きになれない。あるいは、どうして私はこんなに自信がなさそうなんだろう。そして、挙句の果てには、私は自信がない人間なんだ。私なんか何やったってダメなんだというふうに思い込んでしまうんですね。それをパーソナルカラー診断の布を使いまして、皆様の魅力が顔に上った時に、ご自身にはどんな能力があって、どんな力があるのかというのを感じていただくことができる。そういうことを中心にやっております。わかりやすいですね。なんかもうね、安心して今日はもういろいろとお話聞けますが、ちょっとコメントもね、はい、朝子さんということで。あけみさん、ありがとうございます。入ってくださったんですね、嬉しい。もうね、あけみさんで、この方はちょっと私は関東のね、人間なんですけれども、中部地方にね、お住まいの方ですけれどもね、本当にね、ご自分が美しくなるっていうことにチャレンジをね、することを決めてくださった方で、とってもね、美しくてちょっとチャーミングでね、少し色かなんかもあってですね、大好きなね、お客様の一人なんですよ。すいません。いいですね、いいですね。こうね、コメントね、あけみさんがこれ嬉しいですよね。これね、本当にこのちょっともう一人ですね、ちょっとお名前が分からなくて多分うまくリクエストがうまくね、届かなかったかわかりません。後でまたコメントね、確認していただけたら誰かわかると思いますので、とりあえず朝子さんハートマークいただいてますんでね、よろしくお願いします。はい。まあね、本当に、今日ねこの後ろの壁紙っていうんでしょうか、ちょっとこの初めて使うこの神々の色、いろんな色、そのカラーの色、それからこの、配信の色、まあ、この色についていろいろとねやっぱりこだわりもあると思いますけどもね、朝子さんからなんかエピソードっていうんでしょうか、色についてなんか私はこんなんがいいっていうなんかありますか。あ、ちょっと待って、すいません、ありがとうございますって、ほらまたコメントありましたはい、嬉しいでございますね。はい、まあちょっと色の専門家にまた変な僕のわがままで聞くんですけど、色って心理面もたくさんね僕は思うんですよ。心理面っていうのは何かっていうと、好きな色と似合う色と違うとよくね朝子さんも言われてると思いますけども、どうでしょう。ね、すごくねそれは深いご質問でしてね、実は究極的には好きなものは似合うものなんです。ただですね、皆さんが好きというふうに選択をする時の幅が問題なんですね。まさにその色彩心理もちょっと影響してくる部分はあるんですが、例えばもう本当にですね、赤、緑、黄色、白、紫、ピンクですねといったような色を全部ちゃんと眺めていただいて、その中で私はこの色が好きなんですっていうふうに選び取った色である場合、それは好きな色である可能性が高いんです。でも大概人が好きというふうに選び取る色というのは広い範囲の中ではなくて、私にはどうせこんな色は無理無理無理、こんなおしゃれできないね、まあ、これだったらいいかなっていうところから選び取ってきたものなので、実は本当にそれ好きなんですか、あるいは選択肢広い中から選んだものなんですかっていうと、そうじゃないので好きと似合うが違うということが起こってくるんですね。なるほど、深いですねそうですよね。で、その中で色って見えない色もあると思うんですよね。例えば下着の色っていうのは実際目で見てないけど、まあ、体に影響を及ぼす健康的な、よく言われますよね。まあそうですね、下着の色もですね、ブログとかにちょっとね書いたりすることもあるんですが、実は女性ってですね、自分の見た目によって自分の自信の度合いって変わるんですよね。で、下着誰に見せるものではないですけれども、少なくともご自身はちらっと自分のその下着の姿を毎日見ていますね。まあ大概目をそらしてしまうものなのかもしれませんけれども、その時に、ちょっとね、池畑様には少しセクシーな話になってしまう聞き手の方、女性の方ばかりなのでね、ちょっとお伝えをしたいんですけれども、特に女性がこう、トップスのね、上の下着につきましては、デコルテラインのね、見え方が似合う色であるのか、そうでないのかによって、全く違ってきます。実は男性もね、そうなんですけどね、まあ、男性はそんなね、下しか履かないので、あんまり関係ないかもしれませんが、年齢を重ねてきますと、女性の肌というのはどうしても、少しこう血管の色が浮いてきたり、あるいはこう骨張ってきたりですね、あるいはちょっとこうしぼんでくるというような現象が起こります。で、当然、肌のくすみというのも起こってくるんですね。それらが似合う色になりますと、パーンとこう張りのある色になりますので、自分で自分の体を見たときに、はあ、私本当に年取ったなっていう感じにならないんです。なるほど、なるほど。はい。そのリアクションも面白いですね。はい。いや確かにでもみんなそう思います。鏡の中でね、鏡に映る自分の姿を見てっていうのはあると思いますけどね。朝子さんの、はい、コメントいただいてます。本当素敵な笑顔の朝子さんにも私もカラーを見てほしいですとね。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。見たいです。ありがとう。本当にその笑顔は本当に素敵でございますが、まあそんな中でその今言った下着のこともお話ありましたよね。で、まあメイクの方も色っていうのは色選びがあると思うんですけど、服の色、服のスタイル。で骨格というのは骨の骨格ということですか。なんかいろいろありますね。はい、実はですね、服が似合うとか似合わないには4つのポイントがあるんですね。1つ目が今お話ししている色でございます。そして2つ目が服の形、3つ目が服の素材、そして最後4つ目が服のテイストというふうになります。で、今ですね、池畑先生がおっしゃってた、その骨格診断というのは、この4つのポイントの中でいうところの服の形と素材を見分けるものなんですね。で、どうしても女性というのはですね、ご自身が太っているのか、痩せているのかという2択で服が似合う、似合わないというふうに考えがちなんですが、実は太っているか痩せているかということよりも大事なのは、ご自身の骨の形を把握することなんですね。あともう一つ言うならばですね、骨の強さというふうに私どもはお伝えしているんですが、骨格の強さですね。骨が太く感じるのか、細く感じるのか、あるいは骨を感じさせないのか。で、これによって、いわゆるですね、服を着た時に体が、膨らんでしまう、いわゆる着太りしてしまうのか、あるいは体が貧相に見えてしまうのか、あるいはですね、そうですね、なんだろうな、でもそうですね、大体膨らんでしまうのか、寂しく見えるのか、どっちかになるんですけど、それが変わってくるんですね。今ちょっとお話ししてたので、せっかくなのでちょっとだけね、そのスタイルの、お写真をね出させてもらいますね。この服もかっこよくこれねコーディネートされてますよね、プロフィール写真ね。これこういう顔ないんですけどね、普段ね。いやいや素敵です。これもカラー診断ですよね。そうですね、はい。で今日はもう先にですね、朝子さんのねノウハウをね、惜しみなく先にね皆さんにお伝えいただいて、その後またいろいろとね、特典とかもあると思いますけどもね。はい、こういうふうなカラー診断をしつつで、この何でしょう、イヤリングとかね、こういうデザインも全部こう加味していろいろとアドバイスをされてるっていうね、こともねありましたよね。はい、そうですね。そうです。もうね、全部が計算です。私のようなですね、仕事をされている先生の大半は、おしゃれがもともと小さい時から大好きで、それをお伝えするのが夢でしたというような方が結構多いんですけれども、私はですね、ちょっと恥ずかしくもないんですが、恥ずかしながらですね、全くおしゃれに関しては興味もないし、センスもゼロだったんですね。で、そんな私がですね、本当に一から理屈で、そのおしゃれに見える服をとは何かというのをですね、勉強してきたのが今なんでございます。ですから今日もね、さりげなくさらっと着ている服なんですけれども、なぜこのイヤリングをしているのか、なぜこのトップスをしているのか、その形、素材、全てがこれ理屈なんですね。はい。で、例えばね、ちょっとお話をさせていただくと、もうすごく簡単なことを言うとですね、40歳前後ですね、特に40歳過ぎたあたりからですね、もうね、イヤリングがないとですね、すぐ普通のおばさんになっちゃいます、このように。わかりますか？これだと、なんで池畑先生の番組、こんな普通のおばちゃん出てるんだろうっていう感じになるんですけれども、このようなですね、イヤリングをつけますと、これだけで雰囲気が変わるのがわかりますか？うん。これぐらいですね、まず耳周りのイヤリングというのは非常にね、アラフォー以上の女性にはもうね、必須です。これからね、ちょっと冬になります。ごめんなさい、ちょっと今日予定外のこれバンドエイド見ましょうね。先ほどからなんか生活感がどうも似てるなと思ったらこれです。いや、全然大丈夫です、大丈夫です。はい。はい、冬になりますと皆さんはタートルネックのね、セーターとか、あるいはニットをお召しになる方が多いと思うんですけれども、なんかニットを着るとどうしてもおしゃれにならない、あるいは肩が大きく見える、お顔が大きく見えるというね、悩みを持たれる方が多いんですが、そういった時にもですね、このイヤリング、ないしはピアスですね、をしていただくことによって、びっくりするぐらいすっきり垢抜けて見えます。で、割とですね、皆様、大変遠慮がちな性格をされておられますので、イヤリングですとか、ピアスをしてくださいって言うとですね、こんな細くて、こんなちっちゃいのつけてるんですね。それだとですね、ほぼ個性効果がないです。なので、ちょっとね、初め思い切って、ご自分には大きすぎるかなと思うぐらいのものを試していただくことをお勧めします。なんとなく参考までにお話をさせていただきますと、ご自分の肩をこうやって撫でてみたときにですね、ゴリッとしたこういう骨を感じる方は、直径5センチぐらいの長さのあるイヤリングを騙されたと思ってつけてみていただきたいです。肩がしっかりしてるってことね。大ぶりなものを試してみて。こうやって触った時に、なんか私ってなんか本当に肩の骨が細いのよねっていう感じ、なんかこうちっちゃい骨だなって感じる方は、キャッシャーだけど、ちょっとね、長さもそうですね。3センチぐらいある、キャッシャーな、ちょっとこう、ぶら下がってるようなやつを試してみて。こうやって触った時に、骨ってちょっとよくわかんない。骨とかみんなあんのっていうふうになった、このくるりんとした肩の形の方は、ね、まあ今私がちょうどね、しているような、何センチかな。意外とあるんですよね。まあ4センチぐらいのもので、割とね、こう、ちょっとこう、大ぶりなものですね。を、ごめんなさい、恐れ入ります。よいしょ。こんな感じのものですね。こうしたらいいかな。どうしたらわかるかな、うん、こんな感じのものをね、してみていただくと、皆様ね、初めはね、こんな大きなね、イヤリングしたことなかったけど、あ、してみるといいですね、っていうふうに驚かれる。これはね、もうね、とっても、簡単にできる、アイテムですね。はい。なので、ポイントとしては、小さすぎるものを選ばないでくださいというところが一つございます。はい。ということで、うん、イヤリングいいですね、ということでございますね。はい、そうなんですよ。はい。もう一つポイントをお話ししちゃってもいいですかね。はいはい。ぜひぜひ。はい。なんかね、おしゃれをしたいときに、まあ、おしゃれが得意な人はもう特に聞かないでください。ね、いきなりおしゃれをしたいと思ったときに、どうしたらいいかわからない人に向けてお話をさせていただくんですが、一つですね、今日私のね、この着ている服がまた参考になるんですけれども、素材がポリエステル 100% のペロンとしたこういう素材感のものってですね、体の中のお肉を拾わないんですね。なので、割とこう、端的に言うと着汗感があるのと、やっぱりコットン、ニットとかのね、いわゆる綿ですね。綿とか麻とかですね、あるいはウールになりますと、どうしてもね、ほっこりしてしまうので、おしゃれ感がね、ちょっと出しにくいんですね。もちろんそれを使っておしゃれな着こなしもできるんですけど、一番手っ取り早いのはね、このポリエステル 100% の、なんていうかな。あんまりテラテラしてないやつですね。うん。これ全然テラテラしてませんでしょ。でそれで、こういうなんかね、ちょっとストンとした、ね、デザインのものを選んでいただくと、結構簡単におしゃれ感が出ます。いいですね。うん、ね。はい。ちょっと骨がね、しっかりしてるっていうタイプの方には、これはちょっと向かないんですけれども、肩を触ってみて、骨がわからない人と、肩を触ってみて、骨が細いなというタイプの方には、これはね、非常に、簡単に着れるおしゃれ着です。でそうするとね、皆様、ちょっとベロベロしゃべっちゃって大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ。全然。皆さん、これに何合わせたらいいか分かんないって絶対言うんですね。こことここはできましたと。下に何着たらいいのってなるんですけど、まあ、ジーパンでもいいんですよ。ジーパンでスニーカーを履いちゃうとブブーって感じなんですね。ぺたんこでもいいので、パンプスですね。パンプスを履いていただきますと、イヤリング、テロテロのトップス、ジーパン、パンプスという組み合わせにしていただくと、すごくね、簡単におしゃれ感が出せます。あ、これはね、ちょっと夏の私の装いでございますが、ちょっと宣伝になっちゃいますけども、私、インスタグラムで、あさこ石井スパークルカラーというね、名前で、このようなアカウントを持っておりまして、日々コーデをアップしております。でこのコーデとかはですね、右はカジュアルコーデで、左は、ちょっとお仕事用のね、コーデというふうにしてるんですけれども、ジャケットを着るか着ないかでも全然雰囲気が変わりますし、足元にね、ご注目いただきたいんですね。本当に女性というのは便利なもので、パンプスを履きますとですね、大概シャキッと見えると。いうところがあります。で、やっぱりね、スニーカーが難しい40を過ぎてくるとですね。で、ちょっとね、さっきちらっと名前だけ出しましたが、顔タイプ診断というもので、顔のテイスト、似合う服のね、テイストを診断することができます。その中で、大人顔か子供顔かというふうに、人の顔を2つのパターンに分けるというね、診断を途中していくんですが、子供顔の方は、まだスニーカーがね、お似合いになるんですけれども、大人顔の方は、特に40歳過ぎるとスニーカーをコーデに取り入れて、おしゃれに仕上げるのが難しい。なので、あんまり難しく考えずに、ぺたんこでもいいので、パンプスを履いてみるというのが、おしゃれ感がね、出るということの一つの、割と簡単な近道かなというふうに思います。ですよね。ちょっとついでに妄想したら見てもらいましょうね。はい。これがなんかわかりやすいですね。これわかりやすいですね。わかりやすいね。これさっきちょっと NHK の朝一に出演されたって言われて、すごい先生じゃないと思いきやすみません。ただモデルで出していただいただけだったっていうちょっとオチがあって申し訳ないんですが、私はですね、骨格診断、骨格スタイル分析でいうところの骨格ストレートというね、体つきなんですね。で今これ3つの、お洋服で。画面に映っておりますけれども、真ん中が一番スタイルがよく見えるというのは池畑先生お分かりになりますかね。なんとなく右にするとドーンとして大きくて、左にするとちょっともんぺのような印象でございますかね。はい、でこれはですね、服が悪いのではなくて着ている私の体との相性が合うか合わないかによって変わるんですね。で私のような、骨格の、ね、タイプの人、どんな特徴があるかというと、茶筒みたいな体つきですね。円筒形です。で、前向きに言うと、ちょっとグラマラスで、ウェッジな体つきですね。いいですね。恐縮でございます。いい。これね、ネガティブな言い方しちゃうとね、ちょっと太ってるとかね、リンゴ型に太りやすいとかって感じ。よく言えばウェッジな体つきですね。の人に関しましては、まず、つかず離れずのサイズ感っていうのが非常に大事なんですね。どうしても円筒形でグラマラスな方っていうのはですね、体を隠そうとして大きめサイズを着てしまうことが多いです。そうすると右側のようなですね、ズドーンとしたこうね、ワイドパンツを履いてしまうことで、足のラインが見えないからこれにすればいいだろうとかっていうふうに選んでしまうと、結果として実際の足よりも太く体が大きく見えてしまうということがあるんですね。に対して真ん中はつかず離れずのサイズ感というのがポイントになってきます。続いて、今、ね、よくある、服でですね、ハイウエストのものですね。これが左側に出ているものなんですけれども、これがね、お似合いになるタイプっていうのはまた別の骨格で、骨格スタイルウェーブというね、タイプになるんですけれども、骨が華奢で、ちょっとね、腰位置が低くって、お尻が少しこう横にせり出しているようなタイプの方は、こういう左のようなね、コーデのお洋服をお召しになるととってもスタイルが良くなるんですが、私はもうお腹周りに何かあるとですね、要するにもう立体的なバディにさらに何を立体を乗せているのだという感じですね。なので、スッキリ感が大事なんですけども、スッキリしてない。そして、実はね、重心バランスというのが非常にコーデでは、大事になってきます。人によって骨格ストレートとかウェーブとかナチュラルというタイプがあるんですけれども、重心位置を高くした方がスタイルよく見えるのが、この左側の、ね、コーデが似合うウェーブのタイプの方。重心位置を下げた方がおしゃれに見えるのが、一番右側のようなコーデの似合う骨格ナチュラルの方。では骨格ストレートはどうなのか。真ん中の私はですね、重心の位置がちょうどウエストジャストぐらい、真ん中ぐらいに来るようにコーデをしてあげると体が一番きれいに見えるというようなね、そういったポイントがあります。でこれを、実際の、ね、診断では個別に一つ一つ体のパーツを見ながら、そのお客様の例えば重心バランスはここがいいですよとかっていうのをアドバイスをさせていただくということをしております。わかりやすいですよね、これね。あ、そうですね。すごくわかりやすい。天下の NHK さんが作られた。いやいや、でもこのテレビに出たっていうエピソードがあるんですよね。なんかそうなんですよ。もうよく願いはね、口に出すと叶うとか言うじゃないですか。で、ほうと叶うのかと。じゃあ何にしようかな。別に本を出したいとか皆さん言うけど、別に本出すとかそんなに興味はない。テレビに出たいなと思ったんですね。で、ある時テレビに出たいぞーって叫んでおいたんです。そしたらその年の年末に出れた。すごいですよね。叫んどいたっていうのはそれ。私よく。なんか見て、じゃあテレビに出たいなとかこうちゃんと神様に聞こえるように言う。もう部屋の中で一人で大きなこと言うんですか。思いついた時。ね、いいですね。本当にかなったなと思って。まあ確かにね。もうちょっとね、具体的にね、石井朝子という名前が前面に出て、私が主体の形でテレビに出ないぞーって言ったらそうだったのかもしれないですけど、テレビに出ないっていうだけだったので、今度は一番簡単な方法を与えてくださったんじゃないかと思って。ああ、しかしでもその、朝子さんのこのなんていうの、演劇ぶったこのね女優になれるんじゃないかというぐらいのそういうね迫力のある表現力も参ります。もうそれだけで楽しくて笑えてくるね。ありがとうございます。大根役でございます。ありがとうございます。いやもうね、でそうかといえばこういうね、ちょっとこうこれは何ですか、ラジオ番組、はい、私がですねちょうど2017年から2018年まで1年間なんですけれども、インターネットラジオで FM ギグというね、チャンネルで、毎週金曜日に番組を持たせていただいておりまして、30分間の、石井朝子のスパークルタイムというね、番組をさせていただいていた時の写真でございますね。ね、なんかこうやって最初にですね皆さんにこういうご紹介をしてると、朝子さんというのはね、なんか順風満帆に今まで来たような感じに見えたりもするか分かりませんけどね、まあ実はスカートを履いたこともないというねそういう自分で言ってましたけどもね、なんか美容とか全く意識してなかったってね。はい、私が初めて眉毛描いたのね、2016年の1月ですよ。まあそういうの聞かせてもらうかな。はい、そもそも金融関係の総合職？あ、そうですね。損害保険会社に勤務しておりまして、なんだろう、まあ泥臭い営業ですね。まあね、でもこのさらっと僕もこうやってプロフィール物語いろいろと聞かせてもらってるんですけどね、最初にね。でもね、これご覧の皆さんの中でこれからね、例えば自分が子どもさんを持たれて起業していくであるとか、自分の何かしたいことをやっていくであろうとかっていうね、やっぱりお考えを持ってる人も多いと思います。そんな中で朝子さんは子どもさんが2歳ぐらいだったかな、そんな中でもこういろんな勉強をしに出ていったりとかね、そもそもその安定したこの安定ですよね、金融機関の中でずっと10年以上やってるということは、それなりにそれを辞めるというのもやっぱり勇気いったと思いますけど、そこら辺どうでした？そうで、まあ辞める時はですね、なんかもう辞めるしかないなっていう感じがしたんですね。まあこんな話をしていいのかちょっとわからないですけど、まあ、辞めた原因はですね、疲れちゃってたんですけど、どんなことがあっても社員はお客様の電話に切れてはいけない。それがある時切れてしまったんですよね。切れてそう。もう切れてしまったという感じで、ああもうこれは限界が来たなという感じで、やめました。でもあります。すっごく接客やってて、僕らでも結構こう怒ったら怖いっていうたちってよう言われましたけど。本当にね、もうそこまで言われたらもういい加減せえってなってくる時ありますよね。こんなことを電波の中で言うとあかんけどさ、まあそれはありますわね。ね、まあいいですけど、まあそんな中でそんな朝子さんでもこうやってそんな朝子さんでもって言うたら失礼やけど、まあそんな状況の中で辞められて、そこでまず学んだことが資格を取ろうということで学んだんですもんね。そうです。で、私はですね、まあ、1年間のね、専業主婦を経て、1年半ぐらい専業主婦したのかな。で、下の娘が生まれて、ちょうど1歳になる頃に、じゃあ、なんかそろそろ次の準備を始めようかなと思ったんですね。で、まあ、やっぱり大事なのは準備なんです。で、準備を万端にするというよりも、早めに準備を始めるっていうことが、まあ、好きなんですね、もともとね、性格的に。だから、当然子供がまだ、血のみ子も血のみ子ですから、そんな時に何かバリバリ仕事をするということではなくて、将来のね、自分になんかちょっとこうプレゼントを作っていくような、そういうイメージで、まずはちょっとね、勉強を始めようかなというふうに思いました。で、まあ、資格を取ると言ったらユーキャンだろうみたいな思ったんだって。わかりやすいですね。それでユーキャンで一覧を取り寄せをしまして、で、ちょっとそうですね、条件がちょっと変な条件なんですけど、まあ、在庫を持たないで、ニーズは顕在化している、で、あわよくば先生と呼ばれるっていう、まあ、この、ね、3つをちょっと条件に掲げてリストを見る、まあ、なんでその3つなのかっていうと、まあ、やっぱり前職ね勤めていた会社で感じたことだったんです。在庫を持たない仕事ってこれいい仕事だなと感じたんですね。あとはね、やっぱね、ニーズが、潜在的なものっていうのはニーズ喚起がとっても大変なんですね。なので、そういったところがもうね、顕在化しているようなものがいいなというふうにして選んだのが、パーソナルカラーだったんですよ。で、いいですかね。どうぞ。で、ひとしきり勉強して、そうですね。で、1級までは独学で、試験を受けまして、もう本当に受験勉強みたいにですね、子どもたちが車の後部座席でお昼寝し始めた瞬間に、近くのホームセンターに車を止めて、もうこうやって冊子を見て、ああだこうだ、ああだこうだ、ああだこうだって、パッと暗記して、ああだこうだって、あ、起きちゃったっつって、また後回しして、また見た、ああっていうのをやって、その頃ね、体重がね、60キロ超えてたんですね。ちょっと今また最近太っちゃってあれなんですけど、で、その資格の勉強と同時に、名前出しちゃったら、カーンダンスっていうのがあったんですね。で、それを毎日やってたので、資格をやりながら8キロ体重を落としたっていうことがね、で、そう、やっぱりどうしてもね、子育て、お子さんが小さい時って、自分の生きている意味全部がその子供のためになっちゃう。で、そうすると、なんかそういう考え方がいいのかわからないけれども、なんか何のために生きてるかわかんなくなっちゃうんですよね。私の存在って全部子供のためなのかなとか。だけどそうやって子供はちょっとお昼寝してる間とかに、そのカーンダンスやってね、痩せていくであったり、資格をするということが、間違いなくそれは自分のためだけの時間でしたので、もう自分のためにも何かをしているっていうふうなことがあったから、非常に気持ちがこう、ちょっとバランスが取れるっていうところはね、良かったなというふうに今考えても思いますね。そうですね。普通だったら2歳ぐらいの娘さんを家庭に託し、家族に見てもらいながら1年間原宿のカラースクールに通学するっていうね、これなんかでも家庭のその協力がなかったらなかなかしにくいところもありますし、またその言いにくいっていうのもなんかすごく女性の中にはあるじゃないですか。そういう話をよく聞きます。で、結局は子どもが大きくなってからやりたいことをやろうかっていうふうにして後回しになる場合があると、それは人それぞれの考え方はあると思うんだけど、そこをよく思い切って行かれて、でやっぱりその今があるということやと思うんですけどね、やっぱり家族の協力なくしてね、なかなか先旦那さんもちょっと出てこられましたけどね。そうですね、ちょっと我が家はそういった意味で言うと、私はとても恵まれていて、お姑さんがね、もう時代の最先端の働く母だったんですね。だからもうどんどんやんなさいっていうことが口癖ですし、去年のお誕生日にも、あさこさんはもっと自由にやったらいいのにって言われて、夫も私も固まるみたいな、これ以上自由にやっていいんでしょうか。でもやっぱりお姑さんのそういうなんか考え方、一つの時代の先を行くとか、時代のこの流れバランスを読み解くっていうんでしょうかね、そういうのを聞いてるとやっぱり本当時代はどんどん価値観も流れてるしね、こういうお話聞けてよかったなと思います。多分悩んでる方多いと思いますよ。子育てでね、子育てノイローゼとかいろんな問題もあるし、見てもらえるところもないということももちろんあるし、いろんな環境によってね悩んでる方も多いと思いますけども、何かねきっかけになってもらえたらね、せっかくやりたいことがあればね、あさこさんのようにやっていかれた方がね、結果も出るしいいと思います。だからその豪快な笑いになってるんかなと思ったりしながらね、本当にそれを豪快な笑い、それがまた人を勇気づけたり、なんかホッとするとかね、多分あさこさんね、会うだけですごく元気もらえるとかね、そういう人が非常にファンが多いと思います。もう僕はまだ初めてお会いしたことはないけども、初めてオンラインでお会いしてる時からもうずっと思ってますけどね、これで多分リアルにおったらあつってなるか分かりませんよね。お互いにね、そんな冗談を言うてるうちに時間も過ぎてしまうんであれですけども、ちょっとお仕事の話からずっとそれでいきますけども、あさこさんの中での、これから今日本の女性を元気にするというこの配信の中でね、やっぱりそういう部分であさこさんの自分の経験値をともに、何か今頑張られている女性の方に、一番言いたいことメッセージとかあればね、先にちょっと聞きたいなと思います。なんというかですね、生まれてきた意味とかですね、生きる意味っていうことを人生のね最後に考えるんじゃなくて、今今聞いてしまったからね。今この瞬間に考えてみていただいたときに、なんかざわっとするんだったら、もうそれはできる、何でもできるっていうことなんだと思うんです。うん。なんか、そういうことが言いたいですね。だから先送りにしていいことと、先送りしない方がいいこととあって、どうしてもしなくてはいけないことを最優先にしてしまうんだけれども、したいことすら分からなくなってるかもしれないんですけど、したいことが分からなくなってるなーっていうことに、まず気づくことがすごく大事で、うん、皆さんの周りにお気に入りのものがいくつあるかがすごく大事だと思っています。で、全部の周りの環境は、皆さんが食べてるものだと思っていただいたらいい。着る服もそうですね。美味しくないけど、とりあえず生き延びるために口に突っ込んでる食べ物なのか、食べるたんびに安いものだけど美味しいなって思える食べ物なのか、っていうような感じで身の回りを変えていくっていうことは、実は子育て中でもできるのかもしれないし、忙しくてもできるのかもしれないですよね。って考えるに至るにまではすごい私もいろいろ全然時間がもうかかって、全然好きなものもなかったですし、今も趣味とかないですし、なんかね、こうやって皆さんによくお話とかもインスタライブでしていると、なんかこう、なんでしょうね、おこがましいんだけど、人に何かをこうね、気づかせる人みたいな風に思っていただいてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、多分私自身がむちゃくちゃ悩んでるんですね。今もいつでも。で、常にこう、なんていうんですかね、自己嫌悪、ありていの言葉で、自己嫌悪にもよく陥るし、なんでこうなっちゃったんだ、いつも悩んでる。でもその中で、はっって気づくことがあって、はっ、それはこういうことなのかもしれないって思って気づくと、それを皆さんに言うと、皆さんが、はーって言ってくれるから、ですよねみたいな感じで、じゃあまた行ってきますって感じで、しんどい旅に戻っていく。そんな感じでやっているので、なんか、しんどくても、なんていうかな、そのしんどさを感じておられることが、もしかしたら誰かの元気につながっていくのかもしれない。というようなこともちょっと感じていただくと、視点をちょっと広く持てるようになる。こうなっちゃうのが一番ちょっと良くないので、こうね、中の自分がどこにいるというふうにちょっと見てもらうと、ちょっといいかもしれないですね。あと、どんどん発信したらいいです。元気ないとき発信しにくいと思うんですけど、私もいっぱい発信の場を持ってます。インスタグラムも表のインスタと裏のインスタがありますし、フェイスブックもね、個人用と、企業用がありますし、アメブロでも、表と裏がありますし、でね、見つけられないような裏も作っとけばいいんですよ。で、自分の何かをこう発信するってことで、誰かに、ね、届いたときに、重ければ重いほど内容がね、共感をして元気が、ね、出てくれる人もいるんですね。だから何かすごいことがある人じゃなければそれをしてはいけないっていうふうに思っているような人が多いかなと思うんですけど、皆さんが悩んでるとか、あるいは辛いとか、あるいはつまんないとか、ね、いう思いが全部誰かの共感につながって、自分だけじゃないって思いが元気につながっていくこともあるので、発信するのも大事かもしれないですね。はい。ありがとうございます。いいですね。本当にたくさんね、ちょっとまたコメントをいただきましてね、わかりやすいです。で、こんばんは。こんばんは。はい。で、初めてましてですが、お顔を見ているだけで幸せになりますです。ほらほら、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、元気になりますってね。はい、あけみさんね。あけみさん、ありがとうございます。ね、いや本当にちょっと漫才でもできそうなそのイメージってありますよね。まあここで言っていいんかどうか、うちの今家内もね、どっちかっていうとね、YouTuber って芸人みたいな YouTuber みたいないろんな女性の方が活躍してるね、エミリンとかしてますかねなんかねいてるんですよ。なんかそういうね、なんかすっごいキャラにね見えてきますよね。だからすごくやっぱり人々をこう幸せにするキャラなんやろなって、人気本当に出ると思いますよ。もう見てるとね僕自身がもうどう話していいか分からへんぐらいになってきてもうこの番組もきちっともうメインで話してもらってるような感じになってきましたからね。よかったです。はい。まあさっきのね、本当にすごいいいことを言われてたのはね、たとえ高価な食べ物でなかっても、すごくこの自分の中で美味しいっていただくこの気持ちっていうのは、本当にその幸せ感がどんどんにじみ出ていくようなね、話されてたでしょ。でついこの間もね、僕らね、食べ物の中にね、ある人に聞いたんやけどね、全て光やと思うんですってでこの間かりんとう食べたんですよ。かりんとう、家内と一緒にかりんとう食べてて、これって光当ててものすごく光るでしょ、艶やかですよ、綺麗よね、この光をいただいて自分のエネルギー、体にエネルギーとして光をいただくんやと思って食べたら、本当に美味しく感じるし、なんかありがたいって感じるしみたいなことを、言ってる方がいてて、それ当時にやったんですよ、僕ら。さすが光やな、さすがに光うまいなって言ってたんです、やってたんですよ、個人的な話で悪いけど。でそれって、それをやっていくと全部つながってて、美容もそうじゃないですか。肌の艶やかさとか、肌の自分の朝のその肌に対して、うわ光やと思ったら光り出すし、これもうくすんどるわって言ったらもうどんどんくすみ出すしみたいなね。だから今本当に今朝子さん言われた中のその いろんななんか大きなことをしてやろうっていうことでなかったもね、些細なことでもそういう自分の中でやっていけることだったら本当にいいなと思いましたよ、聞いてて。うん、あ、そうだ、いいです。言いたいことが言って、はい、なんか発見でもちょっとあるんですよ。でもこれ誰かが言ってるかもしれないから、私がオリジナルなんてことは全然思わないんですけど、よく幸せになりたいっていうじゃないですか。うんうん、であれはね、なんかそういうふうに思うと永遠に幸せになれないと思っていて、で幸せってなるものじゃなくて、センサーを今この瞬間に張り巡らして幸せって思えることをキャッチできるかどうかにかかってるんですよね。幸せになりたいってことは今が幸せじゃないっていうことで、幸せが遠いところにあってなんか行かなきゃいけないようなイメージなの。でもそうじゃなくて、今この瞬間にじーってこう触手を伸ばして、そこにあるこう幸せを、そう幸せセンサーをこう張り巡らすっていうことが、いわゆるその幸せであるということなんだから、正確に言うと幸せになりたいじゃなくて、幸せを感じたいっていうことですね。なるほど。だからもう本当にね、正しい表現だと思ってるので、それを感じるだけでもちょっと変わるかもしれないですね。自分自身はそうでしたね。うん、いいですね。なんか最初はこう専門的なお話をしてもらいましたけども、なんかどんどんちょっと深いメッセージになってきましたね。もう朝子さんありがとうございます、本当にね。ちょっとせっかくこう聞いていただいてる方に、その朝子さんとまたこうなんかコンタクト取ったりなんかする時のなんか特典とかあるんですかね。僕さっきからずっとインスタも、のマークもここに載せてるんですけど、ありがとうございます。アメブロもね、これちょっと今撮ってもらったりと、結構ありがとうございます、ね、情報発信すごくやってますもんね。そうですね。ブログは1000記事以上、1200ぐらい書いてるのかな、ちょっとわかんない、1000以上は書いてますね。はい。で、そういう特典としてはですね、なんか服のね、お悩みに3つぐらいお答えしようかなと、それを3名様ぐらい、3名様にちょっとお答えをしようかなと思いますので、なんか服の悩み、例えば、なんだろう、何を着ても太って見えるとかですね、いつも顔が疲れて見えるとかですね、あるいは、そうだな、なんか、冬になると何を着たらいいかわからないとかですね、そういう、ことがありましたら、お顔写真と悩み3つぐらい書いていただいて、送っていただいたら、ちょっとお答えできうる範囲の中でお答えさせていただこうかなというふうに思います。あと、なんか起業に関する質問とかでも全然いいって感じですね。なんか子供が小さくって、なんかそのお仕事をするということについてどう思いますか的な感じのとかでも全然いいし、何でもいいですね。励ましてくださいでも全然いいです。私のこと可愛いって言ってっていうのでもいい。でも可愛いと思わなかったら私は言わないので、ちゃんと可愛くしてから可愛いって言いたいのであれですけど。まあ、真面目に答えると3つのね、なんかご質問に答えたいと思います。こう僕ちょこちょこインスタも全部パパラッチさせていただいてますけどだって可愛いスタイルをうまいこと着こなしたりとかで、このねやっぱり当たり前やけど上手ですよね。なんか今日は目引く色のこの組み合わせとか、ちょっとしたことを本当に変えてるだけですもんね。この今の写真もそうですしね。でそれがすごくね高級ぶってないっていうんでしょうかね、なんかこう私はこうよみたいなイメージの人はいてますけども、普通にこう生活感を持ってる朝子さん、要は子育てをしながらでも頑張られてるこの感じとかがね、ほらこれがなんかかっこいいじゃないですか。これはね、大阪にちょっと一昨日かな行ってきた時のお買い物同行の時の、ね、一枚ですね。はい、このクライアントの方の、いろんなその診断をした後にこうお買い物をきちっと同行して、それで、セレクションしてあげれるっていうサービスがねあるんですもんね。すごいな。でそうかと思えばこういうプライベートな写真もね。これはね2年前のね息子の写真ですね。今は小6になりましたが、この当時まだ小4なんですね。まだね可愛かったんですよね。今の写真ありますかね。急にね。2年後。いやでも今小6でしょ。でもはいまだ可愛いですよね。可愛いです可愛いです。でもねなんかね今回この池畑先生に出していただくにあたり、この前の写真を見たら、なんか息子がですね今日起きた時にもう171にあるんですよね、身長が。すごい大きくなっちゃったなと思ったら、もう朝ごはん食べながら悲しくなってきちゃってもっとね牛とかしとけばよかったなと思うわけですよ。でちょっとさつって悪いんだけど今さママのとこに赤ちゃん抱っこされに来てくんないって言ったら「はあ?」とか言われて「頼むよ」っつって「もう今まーちゃんもすごい抱っこしたい気持ちで今は胸がいっぱいなんだよ」とか言ってくれたんです、ちゃんとソファーに。でももう172センチはね赤ちゃん抱っこはできなかったので、こう目を閉じて頭をこうやってなでながら「頭の感じだ同じ」って言いながらでよかったなと思って、なんか。まだね思春期の入り口なので、お願いしたら抱っこさせてくれるからそうやってまあでも本当にね可愛いこんばんは、マーサさんこんばんは見てくれてます。あれちょっと待ってくださいよ。ご覧いただいてこんばんは。マーサこんばんはですね。息子ちゃん可愛いですね。ありがとうございます。笑顔が素敵ですということでね。ありがとうございます。いや本当にね今日は前半戦はほとんどなんかすごいここまで教えてもらっていいんかなっていうぐらいのノウハウをいっぱいいただきましたしね。多分コメントとかでもしねこんななんか聞きたいあんな聞きたいとかももし一瞬ですけどもあればね質問にお答えする時間あと 2,3 分ありますから、ぜひぜひコメント書いてください。はい、もうね写真もこう 見させていただいてね、僕本当にこのそうや娘さんの出してなかった、娘さん怒られるぞダンね、こんな感じで可愛いじゃないですか。これはね単に送る意味ないかなと思ったんですけど、いや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 娘が後でこの番組を見た時に自分のことは触れてないのか娘さんもこんな風になるんでしょうね。いずれならない。面白くないですかこの写真。面白い、めっちゃ面白かったこれこれ何ですかっていう感じです。いやこれは他の人の宣伝になっちゃうんですけど、私ですねいつからかお誕生日に自分のことをカメラマンに撮ってもらうっていうプレゼントをするようになって。でそれでちょっと面白いカメラマンの方と出会って、これね自分でシャッターを押してるんです。トーっていうこの手の中にリモコンが入っていて、はい入ってますね。はいはいこれね。それで押した瞬間にハッってこんな面白い写真が撮れてるんですけど、なるほどなるほど。顔ってねこういうのやってるのかっていう。最近自分のことに興味がありますね。はい、アーカイブ見てください。今日は笑い話がいっぱいありますけども、この朝子さんのこのキャラにもうみんな笑えるってくると思いますわ。いや本当に素晴らしい、なんかねいやもうこんななんていうのな珍しいですよね。まあキャラクターこんなこと言ったら失礼か分からへんけど、やっぱりこういういろんな美容とかいろんなものをしてる、先生っていう方はなんかこうちょっとこう上目線的にちょっとこうしてあげるわみたいなところもあるじゃないですか。もうね朝子さんそれがねないからめちゃくちゃこれなんか親しみ感じて楽しいしね、まあ本当にクライアントさんとしては本当にね幸せだと思います本当にね。僕も近く関西来てくれてたら行きますわほんまに。今お住まいどちらでしたっけ。トイレのね神奈川県、神奈川県の海老名というところで住んでおりまして、サロンもそちらの方で基本的にはやっております。あとね、関西だと新大阪の近くにサロンをいつも借りておりまして、こちらでも診断の方はさせていただいております。ぜひぜひ、そしたらまたね、チェック皆さんにしていただいて、はい、ぜひまたね、朝子さんに会いに行ってあげてください。まあオンラインでもされてますよね。オンラインはね、顔タイプ診断というものだけさせていただいておりますね。はい、ありがとうございます。まあ、あっという間に52分になってきたんで、まあコメント待ってますんで、もしよかったらしてみてください。で、朝子さん実はですね、メイクの方も習われてね、最近メイクを習われてて、はい、まあメイクいろんなことをこう全体的にこういろいろと見る、そういうどうでしょう、なんか今。まあ基本的にはですね、メイクはもうメイクのプロになると全くないんです。もう池畑先生にお任せしますって感じです。ただですね、やっぱり私のところに来ていただいたクライアントさんって、なんていうか、変な話、石井朝子の言葉を聞きやすいっていうタイプの方ってやっぱおられるんですよね。で、おしゃれって全部そうなんですけど、やっぱりその人の心のペースに合わせた話し方がすごく大事で、パッと仕上げて、はい、これが素敵だから、はい、これでいきなさい、はい、さよならっていう風なんでいける方と、ちょっと待って、これが私でいいのかなみたいな、そういうところからちょっと心に合わせて進むっていうところが必要な方がやっぱりいると思う。メイクもね、結構そういうところが大事かなというふうにちょっと思ってるので、そこの入り口だけ私がちょっと付き添いをして、もう10分ぐらい歩けるようになったら、はい、あとはどうぞ行けませんみたいな感じでね、送り出しちゃおうと思ってますんで、そんな処方の部分をちょっとね、やっていこうかなというふうに思っております。ありがとうございます。もうなんか素晴らしいね、お話いっぱいありましたけどもね。でもその冒頭で僕ちょっとコメントをどっかへ入れさせて書いたと思うんですけども、朝子さんの言われるその誰かにとっていい子というフレーズがすごく好きで、これが自分の望むかどうかっていうところね、このフレーズってすごくいつも考えられてるんですよね。そう、だからね、いい人だねっていう言葉を言われた時に安心してしまうのをちょっとやめましょうと。それ、いい人だねが誰にとってのいい人なのかな、もしかしたら都合のいい人になってないかな、で、あなたにとってのいい人になってますかっていうことなんですね。ちょっとね、時間もあれなんですけど、よくお客様とかに話をしているのは、自分が自分の良き上司になってあげてくださいと。働かせすぎてる上司になってませんか、嫌味ばっかり言ってる上司になってませんか、ちゃんと褒めてくれてますか、ちゃんとボーナス上げてますか、ちゃんと休息与えてますかっていう意味で、そうするとね、ちょっとこう周りの人ばっかり気にするんじゃなくて、自分が自分の良き上司であるかどうか、自分だったらどんな上司がいてくれたらいいかな、ね、いや今日はすごい放送良かったよ、ね、とっても頑張ってたねっていう上司がいいのか、ね、あそこもうちょっとうまくしゃべれなかったのっていうか、ちょっと空気読みなよとかっていう上司なのかによって、おばった気持ち全然違いますよね。常に自分は自分の良き上司であるということを意識していただくだけで、いい人っていう、単なるいい人っていう存在から自分が自分を大事にする存在にちょっと変われるかもしれないですね。説得力ありますね、朝子さん。分かりやすいんで、自分のいい上司ってね、それ分かりやすいね。本当にそうやね。常に上司目線で上司のこと気にしたりね、もう本当に人のこと気にしたりする人もいてるし、メイク一つでも誰それのメイクより私のメイクの方がちょっと下手かもとか思い出したら、もうストレスばっかりですもんね。ね、ありがとうございました。もうはい、またコメントいただきました。アーカイブ見ますから元気出ます。自分を大切にするきっかけになります。はい、いい人って意味深いですねっていうことでございました。はい。まあ本当にね、なんかあっという間のなんか一瞬で30分ぐらいずっとノウハウを話していただきましたので、はい、ありがとうございます。自分は自分の良き上司であれ、いい言葉でございます。ありがとうございます、はい、山本様、コメント、ね、ありがとうございます。いや本当にまたこれからもね、マーサさんもね、ライブ配信いろいろされてますから、ぜひぜひまた皆さんつながってください。はい、いうことで今日は本当にありがとうございました。もうはい。あけみさんもずっと最初からずっと見てくれてます。深い素敵です。あけみさん、ありがとうございます。ね、はい。あとみはるさんも見てくださってありがとうございます。わかりました。そっちで分かってる方は言っといてください。はい。でこの後もですね、実はアーカイブでどんどんこう後々から見られる方も増えてきますし、またコメントなど残していただいてね、そうすると朝子さんもこうまたコメント返してあげてください。はい。はい、よろしくお願いします。ということで、今日は本当に素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。朝子さんでございました。はい。っていうふうに終わらしといて、実はもう一言、朝子さん。はい。ちょっと意地悪してしまいました。なんか朝子さんやったらできるかなと思ったんで。こうって言った方がいいですか。そうそういうノリで、さあ子供さんをお持ちのママさんに最後に一言何かもしあったら言ってください。僕なんかそんな気が最後にちょっとお届けあげたい感じ今日。ですね、いいお母さんになろうとするんじゃなくて、自分が自分を生きてる姿をお子さんに見せるっていうのが一番お子さんが幸せになります。終わり。ありがとうございます。いやちょっとねそれ聞きたかっていうのがね、それずっと写真をね、あさこさんずっと写真見てるとそういうオーラがすごく出てるなと思ったんで、そういう子育て頑張ってる方にもねメッセージを届けられたらと思いました。本当にねすいません、ありがとうございました。最後の最後までメッセージばっかりいただきました。素敵な、はい、素敵な放送ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いうことでね、もうなんかね、ちょっとうるうるしてくるんですね。なんか僕もね、たまに感じるものがありましてですね、僕も父子家庭で17年ほどやってまいりまして、で、今2歳とかね、4歳っていうお話をされてましたから、もうあさこさんの笑顔の中にはね、いろんな子育ての中でもやっぱり悩んでることが多いと思います。ね、全てストレートにパッとこう、順風満帆に行くことはないと思います。子育ての中でもいろんな悩みもありますし、その時々のそのね、人間関係にもいっぱい悩まれることだったとしても、そうやってこう、笑顔でね、頑張られてる姿、素敵やなと思いましたんで、最後の最後までまだ素敵なメッセージをいただきました。本当にありがとうございました。はい、いうことでね、今日はご覧いただきました皆さんも本当にありがとうございました。またね、来週は金曜日夜の8時から、放送させていただきます。来週は、何回目になるのかな。結構あっという間ですね。今日はあさこさん8回目ですから、来週は9回目になりますね。9回目の放送は、キレイデザイン協会グランドマスターインストラクターの小笠原香織さんね、ちょっとまたそのキレイデザインということなんで、また少しこう美容的なお話も聞けると思いますけどもね、ぜひぜひ皆さん毎週金曜日いろんなジャンルの方々がこうやって活躍中の方々のお話聞けますんで、ぜひこのグループメンバーになっていただいたら一緒になって盛り上げてください。それからお友達とかにもご紹介いただいて、メンバーの方が誰かをこう紹介していただくことは可能でございます。ただまあ女性に限りますけどね、それだけお願いしておきますということで、またね元気にお会いしましょう。今日もありがとうございました。またそれでは来週お待ちしてます。さようなら、バイバイ。